なんとゆう1924年4月26日から1973年3月19日は、昭和後期の髪型の漫才師、俳優。大阪市の生まれ、大阪電気学校卒業。宮古町長との漫才コンビ、町長、ゆうとして知られ、夫婦全在の司会で人気を博した。1941年に、大阪電気学校卒業、戦後。 大阪中央郵便局の電気係を経て、三遊亭粒子主催の粒子劇団に参加し、照明部で裏方をしていた。その後演者側に回り、看板女優だった宮古町長の弟子となり、鈴尾と名乗る。1947年に粒子と離婚した町長と結婚し、1948年、柳三木松の改名の提案で、町長、鈴尾改め上方トンボとして、 夫婦漫才コンビを結成。後に夢じいとに相談して、なんという字に改名。漢字があまり読めず周りに、なんという字とよく尋ねたことからついたと言われる。1952年、秋田実、小林十三の宝塚新芸座に参加し、夢じいと木屋寺小石屋秋田英介美助、小福定松之助らと舞台俳優としても活躍する。その後、 漫才学校、夫婦全財の司会などで男前の竹士さんとして人気者となる。町長との夫婦仲や芸名の由来などについては、宮古町長の項を参照。映画俳優として、東映や大映の映画に数多く出演した。特に、勝新太郎主演の悪名や兵隊役座ではシリーズで出演している。姉さん女房の町長とのイメージからか、 女の尻に敷かれ、少々頼りない男のような役どころが多かった。夜遊び、夜の豪遊は語り草になっており、北の雄二か南の誠、東西南北、藤山博美と言われるほどであった。1973年に、持病の糖尿病が元で死去。48歳、宮古町長、なんと雄二として、死後、2006年に、 第11回情報演芸伝道入りしている。ありがとうございます。